GSH-6 から30は、ソビエト連邦が開発した、合計 30mm の気力作動式、ガトリング砲である。航空機関砲のほか、関西兵器の美砲として用いられている。GSH-6 から23と同様の、構造の6方針ガトリング砲で、開発は1970年代初頭に行われ、実戦配備は1975年である。 多くのアメリカ製機がトリング砲と異なり、電気動作式ではなく、ガス動作式を採用している。これは、方針の最大射撃レートでの指導を迅速化し、短時間でより多くの弾丸を適期に射撃するためで、ある。点火は、より小さい GSH-6 から23と、同様に、電気式である。搭載機の代表は、ミグ -27 フロッカーであるが、 後日の経緯から巨大な反動を吸収するため、ミグ -27 では砲を斜めに取り付けている。ス -25T フロッグフットの試作型にも搭載が試みられたが、振動とそれによって発生する問題を解決できず、最終的には元の GSH-30 から2に戻されている。本砲は海軍の AK-630CIWS に用いられる。 AO-18 機関砲のベースにもなった。また、世界初の複合 CIWS であるかンにも、この機関砲が装備されている。GSA-1-6 から30は、3 9 0ムの弾頭重量を持った3 0 x 1 6 5ト、mm、ルの強力な弾丸を発射し、高レートでの射撃性能により極めて高い破壊力を有する武器であるが、 戦術的有効性は蛍光弾薬量の都合に制限される。この制限がこの機関砲を装備する航空機が少数であった理由の一つであると考えられる。搭載機が少数であるもう一つの理由として、当方は射撃時の騒音や振動、反動が非常に大きいことが知られている。この振動は搭載機に燃料タンクの疲労断折や多くの無線機器、 アビオニクスの故障をもたらすほどである。このため、機体のランディングライトがしばしば破壊され、夜間着陸では、地上より滑走路への着陸に投降機の支援を用いなければならない場合もあった。他にも、構造式照準機の破損、前方ランディングギアドアの破損、さらには、キャノピーの破壊や、コックピット内のケーのダウンが少なくとも一度、報告されている。しかし、 そういったデメリットの反面、威力も高く、炸裂した弾丸の破片の数は、炸裂地点から200メートル以内なら航空機を損傷させるのに十分な威力を誇る。ありがとうございます。